していけ、軽いパンチを出しておいてボディから活路を見出していこう、そんな指示です。モンティエルも長谷川と同じく元プロボクサーのお父さんからボクシングの手ほどく受けました。モハメド・アリやシュガー・レイ・レナード、華麗なフットワークとテクニック、こういったボクシングを研究してきたといいます。さあ左を伸ばしていきました。飯田さん、モンティエルはどうでしょう、フットワークちょっと止まり気味のような気もします。右サイドに行って打つところなんかはやっぱり、はい、セコンドの指示通り横から打つんだと、正面からじゃ正面に立たないという、その通りやってますよね。サウスポーの利点である右に右に回っていこうという長谷川です。今のところモンティエルがこう前に出てくるときに、それより速いスピードで長谷川が下がるか、もしくは一緒にこれですね、距離を潰すパッとくっついちゃう、両方うまく使い分けてやってるんで、モンティエルがもうなかなか今は足を使って下がった、これでパンチが出ないんですよね、モンティエルの方が。ということは長谷川が非常に頭脳的な試合をしているということですね。やるなこいつと思ってると思いますね、モンティエルの方は。モンティエルもインテリジェンスの、俺のインテリジェンスを見てくれと、俺は科学者のように戦ってやるということを言っていましたが、今は長谷川の方が上回っているようです。序盤戦です、第4ラウンド。 WBC ルールでは第4ラウンドが終わった後に採点を公開します。どのような採点になっているんでしょうか。右を伸ばしていきました。ペースはですね、長谷川ペースに向いてますよね。そうですか、はい。先に行っているのがチャンピオンの長谷川です。完全ではないですけどね、これをじわりじわりもっと持っていけばいいんですから。大きく左を振っていきました、チャンピオンの長谷川。左のフック、残り10秒です、第4ラウンド。左のでしょうね。あの連打は止めきれなかったですね。